こんにちは、土の子です。さあ、ポケモンサファリね、あれからあっという間にね、ピクシーもね、芽吹きジカも捕まって、まあ、スーパーボール投げましたけどね、無事コンプできました。でね、前回ピカチュウのステータスを見た時に、まあ、攻撃力50でスーパーボルト時々ダメージがアップ、あ、これじゃあ全然使えないよなと思ってね、干渉用ですかねなんて言ってしまったんですけど、全然違ったんですよね。これスーパーボルトね、名前が違うだけあって、まあ、この時々ダメージがアップのダメージの倍率がもう比じゃないぐらい高かったということが分かりました。なので今回はね、それを見てもらうのと、さあ、でも出るかがちょっと分かんないんだけどね。あと火曜がちょっと分かんないっていうコメントがあったので、火曜がに挑戦していこうかなと思います。電気タイプ効果抜群だからね。パーティーはね、ゲンガーとかビリジオンとか、シェイミとか、シェイミで眠らせつつ、ビリジオンで4つの力プラス、そしてピカチュウのスーパーボルトは5マッチで 50% だから結構厳しめなんですけど、まあ、今回入れて、みんなはね、入れなくていいかもしれないみんなはね、使い勝手的にはそんなに良くないから入れなくていいかもしれない。今回ね、検証用にね、入れていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。ノーアイテム、さあ行くぜピカチュウ、怒りくれスーパーボルト来ましたね、すごいでしょ、一発だよ、一発で5分の1ぐらい減ったからね、すごいでしょ。ちなみにレベル1ですからね、ピカチュウね。やるわ、もう侮ってた、一発逆転系のスキルですね。発動したらもう超でかい。さあちょっと真面目に倒していこうか。ちょっとシェイミの眠らせるがうまくいってないですね。眠らせろ、あー眠んない。よいしょ、はいよっ、はい、そんな苦戦することなくね、倒せますね倒せますね、眠らせて、あれ倒せるかなこれ、ちょもう最後適当に動かしすぎちゃった。はい、倒せました。あのピカチュウね、他のやつに変えても問題なく倒せると思います。眠らせるとかが成功したらね。なので皆さん、眠らせるのポケモンを、まあ、入れて、あとビリジオンの4つの力プラスなんかあれば非常にね使えると思います。はい、ということで今回はプンプンピカチュウのねスーパーボルトの紹介でした。レベル1でね、ダメージ2000、攻撃力80まで育てたらね3200まで上がりますから、なかなかね侮れないポケモンだと思います。それじゃあ土の子でした。